母さん。忍び寄る足跡ゆっくりと。幽霊の出る家の話。おかしいのは家です。誰も住んでないのに子供の声が聞こえるんだって。敏夫君、あの家に入ったのなら気をつけた方がいい。敏夫君、あの家で子供が。なかなか子供を授けていただけないのは私が悪い。子供が欲しい。子供が欲しい。子供が。私は子供を授かったのです。子供が死んでるんです。助けてくれ。